皆さんこんにちは、クレラボです。今回はロングの顔周りの切り方について10分間講習をやっていきます。それでは早速よろしくお願いいたします。ロングを切るときにお客様と会話する中で、軽くしたい、くびれさせたい、内巻きにしたい、重さが欲しいなどオーダーがあると思います。特に顔周りのオーダーはすごくあると思います。実際に切るときに雰囲気でつなげて、アウトラインと顔周りつなげてカットしてませんか？ロングは特にニュアンスや雰囲気もすごく大事なんですけれども、まずはね、こういったベーシックをしっかり覚えておくことが大切になってきます。カットのテクニックは限られてますから、ワンレングスにグラデーションを切る、レイヤーを切る、その3つのテクニックを組み合わせて作るんですけれども、顔周りを作る時もそのように、今回はグラデーションとレイヤーのテクニックを使って切っていきます。それぞれ左右カットしていきますので、その違いを今日は見ていきます。それでは早速カットしていきましょう。まずはグラデーション上にカットしていきます。パネルをフェイスラインに平行に取って45度に引き出して、フェイスラインからアウトライン、今回は耳上につないでいきます。その上でカットラインがレイヤー上ではなくグラデーション上になるように、上の毛が長くなるようにカットしていきます。前方45度に引き出してグラデーション上にカットしていきます。グラデーションなのでね、上の髪が長くなるように、フェイスサイド側が長くなるように、アウトライン側が短くなるようなイメージで、グラデーションカットの場合はね、バックの時も同じですけれども、下から切るということで、アウトラインから顔周りにつなげていくようなイメージでカットしていきます。そうするとこのようなカットラインができてきます。ワンパネル切ったら、次のパネルもフェイスラインに平行に引き出して、1線目のね、ガイドをもとに同様に引き出してカットしていきます。すべて同じ位置に引き出して、出てくる髪の毛のみカットしていきます。出てくる髪の毛のみトリムして、出てくる髪の毛のみカットしていきます。そのままバックセンターまでカットしていきます。この時にね、しっかりコームで溶かしてカットしたら、次のパネルもね、持ったままカットしていきましょう。一回持ったパネルを下ろして、もう一度パネルを取ってしまうと、パネルの角度が変わってしまうので、カットラインがずれてしまいます。なのでしっかりとパネルを一度持ったら離さないようにすることが、綺麗に切るコツになります。全体的にカットできました。下ろすとね、段がたくさん入ってるように見えるんですけれども、切り口はグラデーション上の切り口になっております。こちらは切った状態。これだとね、シルエットがわからないので、コテでね、ちょっと内巻きしてみます。全体的にワンカールの内巻きをしてみました。そうするとグラデーションの特徴である丸みがね、しっかり出てきて、自然に内側に収まりやすくなります。表面の重さもしっかりあるので、シルエットは A ラインの特徴があります。こういったスタイルはツヤっぽく仕上げたい時、またはやっぱり重さが欲しい時、内巻きにしたい時はグラデーション上に切ると、そのようなデザインができます。次に逆サイドはレイヤー上にカットしてみます。同様にフェイスラインに平行にスライスを取って、耳上につなげていきます。引き出す角度は45度、アウトラインと顔周りをグラデーション上ではなくレイヤー上に、レイヤー上なので上の髪の毛が短くなるように切ります。前方45度に引き出してレイヤー上に、基本レイヤー切るときは上から切っていった方が切りやすいので、顔周りからアウトラインに向けて切っていきます。この時も1回持ったパネルは離さないで、コームを入れて指で持ち替えるように、ワンパネルはそのまま切っていきます。次のパネルも同じように、1線目と同じ位置に引き出して切っていきます。全部ね、ガイドがありますので、2段目以降はすべて1段目のガイドを元にカットしていきます。パネルを持って指を持ち替えてカット、パネルを持って指を持ち替えてカット、
パネルを離さないようにカットしてみてください。そのままセンターに向けてこちらのサイドもカットしていきます。このようなベースカットするときはウェットでカットするんですけれども、まあ、今回はカットがね、分かりやすく、落ちる木も分かりやすく見えるようにドライでカットしております。やっぱりベースカットっていうのはウェットで切った方が切り口が綺麗になりますし、テンションもね、均一にかけやすくなるんで、ウェットで切ってドライにして質感調整や量感調整をするように僕はしています。全体的に見えました。かなりね、しっかり段が入ってるように見えます。アウトラインはレイヤースタイルなので少し軽くなってるように見えます。そしてこのようにレイヤーを入れた場合に切る時のポイントがあるんですけれども、カットライン上からね、飛び出てくる毛があるんですね。自然に溶かしておくと収まってるように見えても、ちょっと動かすとピンと飛び出してくる毛があります。その毛が出てくるとラインが綺麗に見えないので取る必要があります。そしてその毛がどこの毛かというと、引き出してみるともみあげの毛になります。この毛はね、飛び出てきますからしっかりとチェックします。こちらのもみあげの取り方は真下に溶かしてゴムを返してもみあげを削るように、滑らせるようにドライカットでね、ドライシザーズでなじませていきます。そうすると自然なアウトラインが綺麗に出てきます。このままではね、また少し仕上がりの雰囲気が分かりにくいので、こちらも巻いて動きを見てみます。今回は質感調整や量感調整を入れてなくてベースカットのままなので、少しデザイン的には重いかもしれないんですけれども、あまり仕上げのイメージを見るのではなくて、どちらかというとシルエットだったり毛先の厚みなどを見ていただくといいと思います。いかがでしょうか。こちらもね、レイヤーの特徴がしっかり出てます。かなり全体的に動きが出てきましたね。毛先も薄くなって表情も軽くて、先ほどもみあげの毛を取ったのでアウトラインが綺麗にレイヤーが入ってます。そしてレイヤーの特徴であるくびれも生まれてきました。雰囲気がね、かなり違ってきてます。ではね、両サイドを下ろして比べてみてみましょう。右がグラデーション、左がレイヤー上で切った顔周りのデザインになります。それでは両サイドを比べてみましょう。レイヤー上のくびれ、グラデーション上の丸み、シルエットが全然変わります。そしてレイヤー上の薄さとグラデーション上の厚み、毛先の厚みなども全然変わってきます。このようにカットの特徴を理解して切ると、狙ったデザインをね、作ることができるんですね。それを踏まえた上で、どこからどこをつなぐということを考えないといけません。グラ状で段はあまり入れたくないんだけど、くびれさせたいっていうのは難しいですし、すごく顔周りは段を入れたいんだけど A ラインにしたいっていうのも、またデザインと仕上がりの形がリンクしてないのでおかしなことになります。このようにレイヤーのメリット、デメリット、グラデーションのメリット、デメリットをしっかり覚えた上でカットの提案ができると、すごくお客様にも求められるデザインを提案できると思うので、ぜひ使ってみてください。あっという間に10分経ちそうなので、今回の10分講習は終わっていきます。普段はサロンワークをしながらカットのビフォーアフターのスタイルを作ったり、こういったウィッグを切って技術の解説をしています。もしこの動画がね、少しでも参考になりましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今後のね、励みになりますし、どんどんいろんなスタイルも上げていきたいと思います。もっとカットのことを勉強したい方は、概要欄にオンラインサロンのリンクを貼っております。そちらではカットに関する記事や動画を週5で配信しておりますので、そちらの方をチェックしてみてください。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。